はい、こんにちは、116インズです。 MLB のロックアウトが始まって早いものでもう2ヶ月が経過し、本来ならもうすぐスプリングトレーニングが始まるはずだったので、いよいよ野球の季節も近いなぁと感じるような時期だったはずなんですが、 CBA 交渉は案の定泥沼化し、スプリングトレーニング開始が遅れることはもはや避けられない状況にあります。MLB と選手会の両者の関係性や主張内容を見ますと、いつ新しい CBA が締結されるかも不透明で、予定通り開幕するかも怪しい気がしますが、たださすがにシーズン中止という最悪の事態だけは避けてくれると信じていますので、いつかはシーズンも開幕するはずです。我々ファンのみならず選手もシーズンが無事始まることを願っていることでしょうし、昨年不本意な成績に終わった選手にとってその思いは特に強いことでしょう。ということで今回はそんな昨年残念ながら結果を残したとは言い難いシーズンを送ってしまった選手のうち、今季バウンスバックに期待したい選手を6人ほどピックアップしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは6人の選手見ていきましょう。はい、まず1人目はエンゼルスのアンソニー・レンドーン。ナショナルズ時代はリーグ屈指のサードとして活躍し、そのおかげで2019年オフの7年総額2億4500万ドルの超大型契約にもつながったわけですが、ただ昨年のレンドーンはおおよそその契約に見合うような選手ではありませんでしたよね。昨年はとにかく怪我に悩まされ、シーズン中3度IL に入ってしまってわずか58試合の出場、打撃成績も低調で打率2割4分6ホーマー、 OPS7 割1分2厘とキャリア最低クラスの1年ともなってしまいました。昨年のパフォーマンスから不良再建みたいな言われ方もするようになった印象ですが、ただこれで終わるような選手ではさすがにないかと。昨年のレンドーンは怪我のタイミングがちょっとかわいそうだった部分もあって、4月末から19打数7安打と徐々に調子を上げつつあったタイミングで、5月3日に膝への自打球で IL に入ってしまい、10日ほどで復帰こそできましたが、また調子を上げるのに時間を要してしまいましたし、6月入ってからもまたエンジンがかかりつつあったんですが、7月頭に再びの怪我、ようやくレンドーンらしくなってきたと思ったら怪我を繰り返してしまったので、怪我さえなければ今季はエンゼルス打線の中軸としての活躍は普通に見込めるんじゃないかと思っています。2人目はレッズのエウヘニオ・スアレス。スアレスは昨年ホームランこそ31本放ちましたが、その他の打撃成績は軒並み悪く、打率が1割9分8厘、OPS7 割1分3厘と、ジョイ・ギャロー並みのアンバランスな成績を残しました。もともスアレスを少し擁護するとすれば、もともと守備がそこまで上手いわけでもないにもかかわらず、昨年はチーム事情から6年ぶりにまともにショートを守る必要があり、守備負担の増加が多少なりとも彼のバッティングに悪影響を与えた気もしますが、まあそれを差し引いても昨年のスアレスは良くはなかったですね。スアレスはこれまで速球系のボールを得意としてきたんですが、近年はそちらへの対応に苦しみ、昨年20本は打ちましたが、打率2割6厘、WOBA3 割2分3厘。速球系でこれまでのように数字を稼げなくなってしまったのが、打率などの大幅な低下を招いたのではないかなと。ただその状況に少し変化が生まれたのが昨年9月で、スアレスはシーズン最後の月に25試合でホームラン8本、打率も3割7分と打ちまくっていたんですが、速球系のボールに対しても打率3割8分1厘と、かつてのスアレスらしさを取り戻しつつありました。1ヶ月程度の成績ではあるものの、スアレスが何かきっかけをつかんだのであれば、今季成績を一気に戻してもおかしくないんじゃないかなと思い、今回ピックアップしてみました。3人目はフィリーズのアーロン・ノラ。ノラはバウンスバックと言えるのか微妙な気もしまして、昨年32先発で FIP が 3.37、 180回3分の2で223奪三振、9イニングあたりの四死球は2個を下回るなど普通に好成績を残しています。そう、ただ1点を除いては好成績なんですよね。1戦球の成績を残したノラですが、昨年失点だけは防げず防御率が 4.63 と、らしくない成績に終わってるんですよね。昨年のノラはランナーを抱えている時とそうでない時で投球内容が露骨に変わり、ランナーいない状況では非 OPS は6割2分6厘でしたが、ランナー出た瞬間にこれが8割3厘まで上がり、得点圏まで進めば9割4厘、明らかに打たれすぎだと思いますので、セットポジションでの投球に何らか課題があったんでしょう。ただ通算ではランナーがいるかいないかでここまであからさまに変わるわけではないので、さすがに2年続けて昨年ほどひどいことにはならないのかなと。あとはゴロ率をできれば戻したいところですね。2020年のノラはゴロ率 49.7% 記録していましたが、昨年はこの数値が 40.5% まで低下。フライが増えれば当然長打の可能性も上がりますので、ここを例年程度にまで戻せれば昨年の FIP が示すように防御率も3点台くらいにはなるんじゃないかと考えています。4人目は昨年までメッツでプレーし、現在 FA のマイケル・コンフォルト。
コンフォルトはコンフの FA 市場で最も若い野手の一人で、何事もなければかなりいい契約もゲットできたはずなんですが、 FA 前最後の年に打率2割3分2厘 OPS7 割2分9厘と大失速してしまい、さらには2017年以降フルシーズンでは毎年25本以上打っていたのが、昨年は125試合で14本とパワーも消失してしまい、評価が難しくなってしまった選手ですね。ただ個人的には少なくとも昨年の成績が今のコンフォルトの実力を正確に示しているとは考えておらず、昨年コンフォルトは4月に100マイルの速球が手首に当たったことがありましたし、あとはハムストリングの怪我で IL に入ったりもしたりと、万全とは程遠い状態で前半戦プレーを余儀なくされたのがかなり影響したんじゃないのかなと。実際8月1日以降コンフォルトは徐々に成績を戻し、8月1日以降の56試合で打率2割7分2厘 OPS8 割2分9厘ホームランが8本、フルシーズンだったら20本は打てるくらいまでパワーを戻してきていたので、今季に向けて明るい材料を残してくれたんじゃないのかなと思っています。大きく成績を戻してくれるかはやや自信がないですが、怪我なくやれば2018年と2019年の間くらいの成績は期待してもいいんじゃないですかね。5人目はチーム名が変わったガーディアンズのトリストン・マッケンジー。196センチ74キロとめちゃめちゃ細身の先発投手で、短縮シーズンの2020年にデビューし、そこで結果を残したことで昨年さらなる飛躍に期待がかかりましたが、25試合で防御率 4.95、 シーズン序盤は特にコマンドが大荒れで明らかなボールを連発し、先発としての役割はあまり果たせず、5月防御率 7.56 と散々な内容でマイナー落ちも経験しています。ただ MLB 再昇格後はその荒れたコマンドにも改善が見られ、8月5日の先発以降7試合連続でクオリティスタートを記録し、この間46回を投げて与えたフォアボールがわずかに5個。シーズン最後の3先発はまたちょっと荒れたりもしましたが、この7連続クオリティスタート期間中の投球ができれば全く問題ないでしょう。素晴らしいスライダーとカーブも持ち合わせていますし、あとはストライクをコンスタントに投げるかだけです。マッケンジーはマイナー時代にシーズン100回以上投げた年が2017年の1度しかなく、で昨年が通算でも2回目となったわけですが、おそらくまだフルシーズン投げるスタミナ面に課題が残り、それが投球の不安定さにもつながっているんだと思いますが、昨年の経験を生かしたピッチングを見せてほしいですね。そして最後6人目ですが、6人目の選手は彼です。はい、アストロズのラファエル・モンテロです。ここでモンテロの名前を出してしまうと冗談のように聞こえてしまいそうですが、半分は本気です。今更説明不要な気もしますが、昨年のモンテロはマリナーズの新守護神候補として獲得されながらも、度重なるセーブ失敗で防御率 7.27 と素晴らしい成績を残し、シーズン途中に DFA、 ケンドル・グレイブマンと共にアストロズへトレードとなり、今季もアストロズでプレーする予定となっています。モンテロは防御率の面では到底信頼できるリリーバーではなかったんですが、ただ意外にも打球関連の指標は超優秀で、ハードヒットやバレルの打球をかなり避けてもいますし、いずれもリーグ上位 15% 以内、ゴロ率 55.1% という点も非常にいいですよね。ただ空振りを奪う球種にかけ、細かいコントロールもないため、選択肢の少なさがピンチを招いてしまって、それでいて BABIP が3割5分と異常なまでに運も悪く、こういったところも影響してか失点するケースがかなり多かった印象ですかね。運を味方につける点に関してはもう祈るしかない部分もありますが、空振りを奪える球種さえ見つかればいいリリーフになるはずです。2019年あたりはチェンジアップが有効な球種でしたので、選手の強みを見出せるアストロズスタッフの力も借りながらピッチングを見直してほしいところ。アストロズ移籍してから肩の怪我でわずか4試合の登板にとどまってしまって、まあ、その肩の怪我の影響がどうなっているのかがちょっとわからない部分もあるんですが、うまくいけばネリス、スタネックとともにクローザーのプレスリーにつなぐ勝ちパターンを担える存在まで上がると思いますので、バウンスバック待ってます。このあたりが個人的に今季バウンスバックに期待している選手となります。まあ、スプリングトレーニングの開始が遅れてしまうと、短縮シーズンだった2020年がそうだったように調整なども簡単にはいかないでしょうが、なんとか今回出てきた6人の選手には今季ある意味周囲を見返すような1年としてほしいところですよね。特にモンテロ立ち上がってほしいですよ。皆さんがバウンスバックに期待している選手もぜひ知りたいので、コメントにつきましても引き続きどしどしお願いします。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。